25年まで日本は持ちますか。まあいろんなか、僕も何も何か全て分かってるわけじゃないんで、僕のあくまでも考え方ですけれども、別にどういう形であれ日本っていうものは残ると思いますよ。ただそれがどん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 もっとひどい、なんだろう、全体主義の一環として、まあ植民地化されたような日本でになっていくのか、日本人が日本なんていうんだろう、主権を持ったね、日本という本当の国、独立した国になっていくのかっていうのが、今分岐点になってくるんじゃないかなというふうに思います。だから今は国というものが残りながら全体主義の流れになっているので、例えばパンデミックでいうと WHO を筆頭にして、 WHO が一番権限を持つみたいなね、流れになりそうな動きもあったりとかするんですけれども、だからもう国に主権がなくなっていくっていうのは一番怖いですよね。それを阻止したいですよね、うん、だから日本っていう国は残るんだけれども、まあ、今もそうね、日本っていう国がありながら日本じゃなくなっていくっていうことが一番僕は悲しいです、うん、移民がどんどん入ってきてね、もう少子化対策として移民をどんどん入れようみたいな感じになって、どん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 、海外の人が入ってきたりとか、そういうふうになってくると、もうこれ、ここは日本なの、名前としては日本は残りますよね、国としては残るんだけどっていうのが一番僕は危惧していますね。うん。